wait. I said wait, wait, ha? Pahaw. Wait. Slow, slow, slow. Slow, slow. Inside. This side, there's somebody. Hey, hey, hey. Go on, go on. Back. Come on. Now. Okay, daddy, again. Oh, daddy.
アンディの家でリタが作ったね、ミリエンダを買ってきました。ほら、うん、このミートボールって揚げたんだけど Look like dog shit みたいな。そら分けんな。dog shit。 うん、ローカルモールでおっかいもの、ここもね電気屋が入ってたんだけどもう空っぽになっちゃったな。まっすぐ行く。うん、彼女はね、T シャツを探します。僕はね、スニーカー探しに行きます。タオのね、散歩用のスニーカナイキ。ありがとう。わお。こんなんでね、ずんどこずんどこやんだよね。カラオケとかも低音だけ当たられるスピーカー、3,800ペソ。怖い。ちょっとかっこいいスピーカーでっけえ音出そうだな。7,250ペソ。テレビもいっぱい。8月4日の朝です。ご覧いただいたビデオは昨日8月3日に撮ったものです。前半部はね、またうちの愛犬のパオの散歩になってしまいまして、犬好きでない方には大変退屈だったと思います。後半ですね、買い物にマスウェイっていうローカルモール、うちから、まあ、すぐのところなんですけど、そこの買い物風景ですね。マスウェイ自体のスーパーっていうのは
入り口入ってね、セキュリティを抜けてた方がスーパーマーケットなんですけど、その脇にある、洋服屋ですね、洋服とか小物売ってるところで買ってきました。で、昨日のライブでも着てた、あの、彼女の青いドレスと、僕はね、ほんとパオの散歩にだけ使えればいいスニーカー、あの、ちょっと怪しいの買いましたけどね、380のスニーカーなんですけれども、あれ帰ってきて、履いてみて、で、脱ごうとして、かかと引っ張ったらね、かかとがベリって剥がれてしまいまして、えっつってね、もう片っぽも同じようにしたら、同じ方もベリッと剥がれて、接着がもうかなり弱いんですね。で、またね、めんどくさい、そこまで取り替えに行って、結局ね、これにしました。このスニーカーですね。まあ、こっちの方がね、なんか、そこもね、シンプルなんで、まあ、こんな感じですね。これも同じ値段だったんで、あの、取り替えてきたということで、まあ今ね、事なきも得て、これを今朝のね、パオの散歩でも使いましたけど、まあしっかりとして、まあまあ、使える靴です。まあね、多分、2、3ヶ月でダメになっちゃうんですよね。雨もよく降るし、まあここら辺をね、この砂利の上をね、パオを引っ張ったり引っ張られながら散歩するわけなんで、まあそんだけ持てばいいかなって感じで、あの、B さんよりは安全なんで、これで十分だと思って歩いてます。あの、ローカルモールはね、本当にいろんなものを売っていて、うん。まあ、いろいろなね、ちょっと怪しいものも売ってますけれども、庶民のね、あの、強い味方になっているモールです。あのモールにもまた一つ小さな、ショッピングモールができてます。それもローカル向けのところで、そこはね、バイクの改造パーツとかそんなのもたくさん置いてあって、まあ、かなり怪しい改造パーツもたくさん売ってます。フィリピンだなって感じですね。みんなとにかく安いです。我々このね、日本人の感覚からすると安いです。ただね、その地元の人たちはね、洋服選ぶんでも T シャツでも80ペソ、100ペソを昨日マリアが買ったドレスでも250ペソなんですけれども、まあ、なんていうのかな、50ペソとかのうかいうかい中古の服売ってるところでね、いいものでも80ペソ、100ペソで売ってるっていうところに、あの、250ペソもするね、ドレスを買って、昨日は本当に上機嫌で、うちに帰ってきてからあのドレスを早速着て、ライブの前ですよね、うちの周りをなんか歩き回ってましたね。見せたいんでしょうね、やっぱりこう、着た、なんていうのかな、その雰囲気をね。あれはね、先々日のライブで投げ銭でいただいたお金でね、マリアがね、自分で買いました。買わせていただきました。ありがとうございます。また今日も着るとかいらっしゃるそうだけどね。まあ、そんな感じの一日を過ごしてました。それではまた今日もね、今日ちょっと天気いいんで、今日も出かける予定なんですけど、また明日の面白いビデオをお送りできればと思います。それじゃあ今日はこの辺で。